Thank you.
次にお聴きいただくのは弦楽四重奏とピアノのための音楽、1962年の作品です。まあ、これはまあ私の感じだと松村さんの室内楽のジャンルの代表作ではないかと思います。この60年代に松村定三はですね、非常に重要な仕事をしていまして、管弦楽のジャンルではですね、特に2つの大作、一つは交響曲ですね。これが1965年、まあ交響曲第1番とも言われますが、それから68年にですね、管弦楽のための前奏曲という、これは共に傑出した作品だと思います。でこの特に交響曲とですね、この今からお聴きいただく室内楽の作品とは密接な関係があって、親子のような関係だと思うんですね。というのも、この室内楽曲で展開される音楽のありようというのは、そのまま大拡大されると交響曲になるわけです。交響曲の世界で、この声部がこう線的にこう絡み合って、すごいテクスチャーを作っていくようなシーン、なども、この弦楽四重奏とピアノのための音楽に見られますし、その管弦楽のための前奏曲という、さらにその後の作品でそれが全面展開されるんですね。抽象的とも言えるし、その旋律がこうたくさん折り重なっているという、有機的な抽象性というんですか、そういうものがあって、まあ、すごい生命力というか感じられて、これは独創性もとても高くて、まあ、個人的に言えばですね、特に管弦楽のための前奏曲は1968年という段階で書かれた世界で最も重要な管弦楽曲ではないかと私は思っています。そこへつながっていくのが、この弦楽四重奏とピアノのための音楽なんですね。それまでのいわゆる四声部の音楽を書く時の四声部のあり方とは違って、絡み合うんですね。その音がこう線的にくね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 しながら、それとピアノは鐘のように扱われたりですね、従来のピアニスティックな手法とは異なっています。この出会いだから、ピアノ五重奏曲というスタイルなんですが、ピアノ五重奏曲とは言ってませんね。弦楽四重奏というテクスチャーとピアノというテクスチャーがここで出会ったりぶつかったりしてるんです。そういう、まあ、構造の音楽という、まあ、それ自体非常にまたこれも独創的で、素晴らしい作品だと思います。ではこれをお聴きいただきましょう。松村定三作曲、弦楽四重奏とピアノのための音楽、1962年の作品です。バイオリン白井圭、須山信弘、ビオラ足立真理、チェロ山沢圭、ピアノ泊真美子です。松村定三作曲、弦楽四重奏とピアノのための音楽、1962年の作品を聴いていただきました。一人の作曲家がですね、自らの進むべき道を発見したと、で確信と自信を持ってその創作に当たったという、そういう気概と喜びが感じられる、まあ、傑作だと思いますね。